前編の続きです。プレゼントされた巾着を持って夕食会場へ。夕食会場は館内中央にあり、西側が入り口となります。中庭の見える席とのれん掛けの個室があります。奥のこちらが私の席みたいです。扉が閉まる完全個室もあります。こちらは鉄板焼きコース専用のお部屋です。せっかくなので昼間に見学させていただきました。本日は一組のみですね。羨ましいです。本日のお品書きはこのようになってます。こちらが竹の子と車エビの君津和え。春のお色味表すのに緑は空豆で、葉の桜はゆり根で。ありがとうございます。食前酒の代わりにと勝ちぶどう液を用意してくれました。それではいただきます。プリプリの車エビがとっても美味しいです。春を感じるタケノコもサクサクです。桜の花びらに見立てたユリネも可愛い。まずこちら前菜でございます。手前タコの柔らか煮と、こちらピンクのお花はホタテでございます。バイカホタテ君寿司と申します。小さなイカはホタルイカでございまして、こちらベーコンとチーズ、用事が刺さっているのがベーコンとチーズとクジラでございます。と緑色のはウグイス新城でございまして、こちら貝の方はハマグリとワカメの酢味噌和えでございます。今こちら次のフグガメの準備をさせていただきました。こちら火これから沸いてまいりますので、ブクブクしたらスタッフが
ぱりむきますので、はい、熱いのでお気をつけください。わかりました。こちらフグの皮の方はコラーゲンたっぷりなので、ぜひこちらもしっかり火を入れてお召し上がりくださいませ、はい、薬味の方はレモンともみじおろし、ネギはこちらポン酢にお好みで入れてお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。一つ一つ味わっていただきました。表のものからご説明させていただきます。まず白身ルガイでございまして、左手のものがヒラメの花作りでございます。そして中央のものがボタンエビでございまして、最後に本マグロのお作りでございます。醤油の下にございますお塩ですね、こちら昆布塩となってございまして、ぜひヒラメをつけてお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。まずはヒラメからお塩で。白ミルガイコリコリ、中トロマグロの油のりが最高です。ボタンエビはもちろんブリンブリン。こちらが本日の口直しです。今回の料理を助けるレモンシャーベットでございます。こちらが本日のメインなんですね。道産牛のポワレでございます。上に添えてますのが芽キャベツと一つ奥側に来まして、こちらインカの目覚めというジャガイモの品種なんですけれども、はい、インカの目覚めのマッシュですね、はい、で本日使用しているソースが好み味噌ソースとして、木の実と味噌を合わせたソースでございます。ぜひご紹介ください。ありがとうございます。木の実味噌ソースも絶品です。
蒸しでございます。右側の一番右側のスープスプーンでお召し上がりくださいませ。ふわふわです。人参も可愛いと食べれちゃう。菜の花のほろ苦さも大好きです。いろんな魚が出てきましたが、最後はタイです。じゃあ、デザートお持ちいたしました。何でかわからなく失礼いたします。本日のデザートは中谷のクラリネジェラートでございます。ご賞味くださいませ。ありがとうございます。失礼いたします。ジェラートも滑らかでとっても美味しかったです。美味しかった。ごちそうさまでした。お部屋に戻って入浴前のコーヒータイムです。お腹が満たされたので露天風呂で癒されましょう。湯口から出るお湯の音がすでに癒しです。なんとお月見風呂で癒し倍増なんて贅沢な時間なんでしょう。そしておやすみなさい。見事に太陽が目の前に昇ってくれました。朝食のお品書きです。左から良いチリンゴ、コーン茶、ビラトリチョウ、ニシカの恋人です。では2段になってございます。こちらの上の段も開けさせていただきます。失礼いたします。はい、それでは上の段からですね、3種の珍味になってございます。イクラ、それから松前漬け、それから鮭の麹漬けと、それから下の方に、お漬物と入ってございます。下の段が参りまして、ホタテ、それから光黒大豆の寄せ豆腐でございます。寄せ豆腐の方、中に出汁の方入ってございます。そのまま召し上がってくださいませ。から左手、右手ですね、参りまして、
小松菜のおひたし、はい、こちらも出汁入ってございます。右手側に、筑前煮でございます。本日のお魚の方ですね、こちらの方だけでございます。それからもう一つのお魚の方、こちらの方が、ワカサギの甘露煮でございます。それから卵焼きの方、こちらがだし巻き卵でなってございます。十勝、清水町で裏返されております大変貴重な卵、ネラの卵と申します。栄養価がとても高いのでぜひご賞味くださいませ。からお味噌汁の方ですね、はい、こちらの方がしじみ汁となってございます。中にしじみたくさん入ってございます。しじみは網走さんのしじみ使用させていただいております。それからお米の方、白米の方ですね、開けさせていただきます。こちらは、北海道産ゆめぴりかご使用させていただいております。はい、こちらがグリーンサラダでございます。ドレッシングかかってございます。そのままお召し上がりくださいませ。とっても豪華な朝食で食欲倍増。一つのおかずで一膳いけちゃう勢い。朝からこんなに食べることがないので、全部食べれるか不安でしたが、心配ご無用でした。今回は飲めない牛乳の代わりにコーン茶を用意してくれました。どのおかずもとっても美味しくて箸が止まりません。しじみのお味噌汁、うまい。ここで紹介されなかった味付け海苔登場。よし、ご飯おかわりします。最後の方はシンプルに味付け海苔とお漬物で。最後はコーン茶を飲んで、ごちそうさまでした。ご用意しています。お母ちゃんと、はい、牛乳召し上がりになれないとお伺いしてたんですが、発酵のヨーグルトは、あ、はい、大好きです。トカチの濃厚ヨーグルト、はい、こちらも、はちみつを買います。はい、ありがとうございます。
日は女子っぽくお紅茶です。はちみつがけヨーグルト、美味しすぎました。2回目のごちそうさまでした。食べきれなかったご飯はおにぎりにしてくれました。最後の入浴です。太陽がちょうどいい位置に昇りました。気持ちよすぎなんですけど、残念ながら入浴終了でございます。そしてご紹介し忘れていた大事な場所、収納型のテレビでございます。それでは、そろそろチェックアウトの時間になりました。とっても名残惜しいですが、部屋を出ます。ありがとう、東丸六さん。お宿の方のご好意で特別に撮影させていただきました。まずは脱衣所から。こじんまりとした空間となっています。それでは中へ入ってみましょう。こちらも可愛らしい湯船です。こちらは洗い場です。続きまして露天風呂へ行ってみます。塀に囲われていますが、見上げると気持ちいいです。こちらは水風呂とシャワーです。広めのサウナもありました。撮影させていただきありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。